おはようございます。もしもです。今回は龍角市コロシアムをレオシバドラで周回する編成を紹介していきます。龍角市イベントのキャラクターをリーダーにするとドロップ率が 100% になるよというわけでラウドを使っていきます。このキャラクターに関しては限界突破をする必要はないです。そして上にはサンタヘラの武器をつけてきました。そしてサブ1体目はシバドラ。これは2体とも同じで超覚醒を超つなげ石強化にして、潜在は上限解放にマシンキラー。上にはダースモールのライトセイバーをつけてきました。ダースモールに関してはドラゴンキラーもしくはマシンキラーの武器であれば何でも大丈夫です。上がたまらないように注意すればいいんで、まあ、赤おでんの武器とか、まあ、その他自分の持ってるものをつけてあげてください。そして3体目のシバドラ、これも超覚醒と潜在は一緒で今回はアシストなしでいきます。そしてサブ4体目はレオ、超覚醒スキブプラスにして上限解放。上にはローネのトロンボーンをつけてきました。これをつけることによって落ち込んだしバッジを持っていなくても実質落ち込んだしにして周回することができます。そして今回組み合わせていくのもウルトラマンレオ。サブのレオと潜在と超覚醒は一緒で、上にはゼウスハンターをつけてきました。まあ、ここは音速のソニックの武器でも大丈夫です。1周あたりだいたい2分半ぐらいで周回できるんで、よかったら最後まで見ていってください。というわけで早速やっていきましょう。さあまずは1階層はレオの上のローネを打って、でシバドラを打ってずらしていきます。はい、こうすることによって相手は水属性なんですけどワンパンで突破することができます。さあ続いて2階層、ロック目覚めとかね来てるんですけど、シバドラがロック解除持ってるんで全然問題ないです。さあここも2体目のシバドラを打ってずらして突破していきます。さあダースモールのマシンキラーも効いて、しっかりコンボカさんも入って、でなんとねこいつ超根性からドーンと固定ダメージで突破することができます。そして3階層ロシェの階層なんですけど、ここはゼウスギガハンターのスキルを使っていきます。はい、ゼウス使ってでグラビティ打って、でシバドラ使ってずらすだけ。必ずゼウスギガハンターは最初にね打って、その後にシバドラを打つ形にしてください。さあ続いて4階層盤面にロックが来ちゃってるんで、レオも打っちゃいましょう。レオ打ってでシバドラ打ってでグラビティ 30% 以上のグラビティを打ってでずらして突破していきます。よし。さあ続いて5階層、まあ、こっからルーレットが来るんで若干注意です。さあただ20ターンのヘイストがしてくれるんで、またねグラビティが戻ってくると。はい、シバドラ打ってでずらして殴っていきます。さあラストボスですね。ボスはね行動が3パターンあって、先生がね3パターンあってロックしてきたりいろいろするんですけど、今回は何かな、コンボ現象かな。今回ロックでしたね。こんな感じでロックが来た場合はレオを使う必要があるんですけど、ロックが来ない場合だったらレオを使わずに、まあ、順番にスキルを打ってずらすだけで突破することができます。基本的には右から左に向かって全部打っていけば大丈夫です。で今回はねロックが来ちゃったんで、もうこの4つのスキルもうパワーワット使って組んでいきましょう。はい、こんな感じですね。まあ、若干ルーレットがめんどくさいですけど、素早くポチポチしてあげれば、まあ、そんなにね気にする必要もないと思うんで、このパーティーを組めるよって人はぜひ組んで龍角市コロシアムを周回してみてください。何か質問等あればコメント欄にぜひ。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録をしてってください。バイチャ、アディオス。Thank you.